やっハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジャリン浜です。現在2024年5月11日土曜午前2時33分ですね。はい、先ほど2次4アニメーション2、6話アストロノート6話、そして、テンスラの、3期の6話、トータル54話ですね。もうテンスラの感想あらすじまとめに1時間半かかるかかる。はい、ということでここからガールズバンドぐらい6話ですね。現状あの UFO を除いて現状ダントツ1位です。今期ね、ほんまにおもろい。はい、D アニメスはですね、先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で了解。月曜から夜更かし目覚ましている生放送世界を丸めテレビ特捜部などテレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 今日まで果たしましたが、現在コロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的に多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日前すまず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。はい、じゃあ行きましょう。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイムで広告入ります。申し訳ないですがそれを我慢しつつ、どうでしょう、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけを確認ということでお願いします。では行きましょう。3、2、1スタート。はぐれ者参加、もうマジでおもろいねこのアニメは。紅生姜か、不登校、こっちが、ルパ、違う、ルパが大きい方か。ボッチザロックですかこれは。こっちがルパンやね、だから大きい方が。海老塚智也ね。22,738、誰？目標武道館、4人いたんかな。でもオープニング見る限り2人も加入するんやろね、きっと。今なんつったのか、曲、ボカロに歌わすんが難しいから、何、歌い手を探してたってこと、ちょっとわからなかった。そういうこと。はぐれ者さんかね、夜光湯。
ドラムやりすぎたこと？嘘つきと不登校と、脱退か。真っ赤かよ。それが22万か500か。生たら思い出すな。結局電気471か。あ、ほんま減ってるやん。で、新川崎からまた変わらへんのね。
あ、目指せ武道館ってやつ。目標武道館か。この二人どういう関係なんや。その先輩後輩かな。やめて差し上げろ。あ、ニューエラやな、これ。ニューエラキャップやな、これ。どうもなんか馬が合わんな、ここ二人。ああ、紅しょうがね。急に。それそれスカウターやそれ。何かと思ったけど。ドラゴンボールのスカウターやそれ。
事務所ってそういうことなのね。そう、売れ線に行くしかないと。ぶつかり星。これって何これ、ヤモリ、いやヤモリわけないか、まあ、トカゲか。あ、ヤモリか。あ、ヤモリ合ってたね。ヤモリで合ってたかい。勝手にかぶってる。あ、仙台なんや。あ、え、熊本にも仙台ってあんの。おお、薩摩仙台だったな確か。なんか押しぶどうでもこんなんなかったっけか。それちょっと武道館ね。じゃあつまり曲を作るってこと？数日後。ああ、これ日曜日かな？
ファンなん？あ、そうなんかい。あ、アバテンドのファン。牛丼だね。まさかの阿波天童のファンやった。やっぱベースとキーボード加わったら全然ちゃうわな。フェスに応募ね。じゃあもう、ああ、ダイヤモンドダスト出んのかい。ああ、ここサムネイルやな。あ、また。あ、ちょっとホームページ出そう。はい、次回は名前をつけてやる。あ、バンド名か。はい、これ23分51秒。終わってる？終わってるの？オッケー。はい、まあどうもこうね、ニナとモモカは、仲がいいのか悪いのかちょっとなんか微妙な感じよね。まずこのルパと、海老塚トモやったかなは、どうやらもともと4人で活動してたんかな。で、目標武道館って掲げてたけど、
まあ、2人は脱退したっていうことよね。で今は何その、曲を作って、ボカロに歌わせてるってこと。だからボカロいまいちよう分かってなくて、でそこで多分歌い手を探してたんかな。でこの間のその、まあ、新川崎かっこ仮の、まあ、ニナの歌声をどないやってことでスカウトしようかっていう流れでいいんかな。ちょっと ボカロよう分かってないけど。で、ダイダスのフォロワー数見てたから2万2000なんぼっていうので、一方ニナに関してはまあまあこの間の、あれライブで喉やってもうたんか。だからね、あの風呂入って、銭湯かな、でサウナ入ってなんかいろいろやったけど、まあこのね風呂上がりでさっぱりしたところでまたちょっとまあ口論をしてしまう。まあニナはあくまでもこう、昔のダイヤモンドダストは間違いであり、あ、じゃ今のダイヤモンドダストが間違いであり、昔のダイヤモンド、まあ変わらぎ桃花のいたダイヤモンドダストこそが正しいんだと、これをどうしても言いたい。でもまあそんなわけにいかんと、だからそれを書くのかっていうことでね、まあ桃花が、まあ、まあまあ正論、まあ桃花は正論も言ってるとは思うんやけどね、ちょっとニナが暴走してるというかね毎回で、まあそっからはまあプロを目指す目指さん論争みたいな、まあ桃花さんは今後どないしたいんですかということだったけども、まあいまいち、なんていうの、まあ明確な答えは出ずって感じか。でニナはまあプロを目指したいという気持ちが今回芽生えてきた、何バンドスペース目標みたいなんでね検索して、まあプロになるにはまあどうするべきかっていうのを、あのライブハウスのマスターに聞いた。昔はまあデモテープを送ったりだとか、まあ、ライブハウスに、スカウトマンが来てスカウトという形が、まあ定番やったけども、今はまあフォロワー数が多くて、やはり集客できるものにまあ何声がかかりやすいということかな。でフォロワー数増やさなって思ったけど471人に減ってたと。あれ減ってるやんと。まあそして、まあ、ついに、ルパと、友ですかが動いて、まあその吉野家で2人がね喋、ってた内容なんて言うだけ飛ばすんだけども、まあその最初から諦めてほしくないな、どうのこうのみたいなことをニナが言ってるのを聞いて、なんか友がこうハッてなってたね。でよろしくって紅生姜の名刺を渡したと。まあそこでまあ2人からはスカウトね、あのまた あの相手の強さを測りやすい、スカウターやないかっていうツッコミ欲しかったけどね。でまあそこに今桃花をどない入れるかってことで、あれは何をしたんや、スバルは2人の、作った曲を聴かせて、ああちゃんとしてるなみたいなことを聞かせて、でなんかとりあえず一回一緒にやってみいひんかみたいなことを言ったんだったかな、ちょっと忘れてもったけども、まあ、ほんでまあ、数日後、会わせてみたと。でここでまあなんか後ろからこう来る圧の、表現がなんかねいつもだからイライラした時のなんかこうブワーッと出ていくなんか色とりどりの線というかね、なんかあの表現結構好きです。でまあまあとりあえずこの5人でやってみないかということやけれども、まああれ桃花了承したってことでええんかな。でまあフェスに応募っていう流れよね。ちょっとさっき聞いたあれでね、フェスはやっぱり見本市やからって、あの自分ねもう2週間前になりますけどもね、多治見大道芸見本市ね、フェスですわね、応募してまあ去年落ちたものの今年受かってね行きましたけども、やはりね見本市に出るのは大事かなと。ただまあ自分多治見に出たからで何か変わったかって言ったら何にも変わってないですけどね、まあいわゆる結果を残せないやつです。まあゆえにねガールズバンドくらいでこうなんか結果を残す姿っていうのを見たら、こう自分もなんか何クソっていう気持ちになれるかもしれないし、うん、なんかこうね毎週こう笑いもね入れてくれるし、すごい熱いものをくれるというので、まあ、非常に面白いですね。ダントツ1位ですわ。で多分来週はその名前を付けてやるやから、まあバンド名をいよいよ新川崎かっこ仮からまあ変えるっちゅうことですわな。うん、でまあ将来その武道館行けんのかね、やっぱ武道館確か
推し武道館ね、あの推しが武道館行ったら進んでるんでね、もうめっちゃ前に見てるんですけども、多分3年前かな見た、なんか武道館眺めるシーンがあったようななかったような忘れたけど、うん、ああいうのは大事よね。これでこう叶った時に多分まあ間違いなく累戦崩壊するでしょうな。叶うんかな、どこまで行くのね、これ多分12話かな、13話どっちだろう。できればこのアニメに関しては13話欲しいですね。はい、ということでガールズバンドクライ6話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介します。興味ない方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年3ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして福田京子さんと出たこの CM の URL も載ってます、ぜひ見てください。はい、アニメのリアクション、その他もろもろスタートして今日で1507日目、長いですね。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月24日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてますからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月、18日までのリアクション動画、自ら全て削除させられています。そんな地獄を乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数、全く伸びずで、もうずっとしんどいやめたいと言い続けてますが、それでもなおやればできる諦めない伝えたい、そう思って、気合と根性だけで一日も休むことなく動画投稿続けてます。ぜひとも応援お願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジラ的にハマーでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。